はい、今回の動画は、やる気のスイッチを教えますみたいな動画です。やる気のスイッチ、まあ、やる気ない、やる気って出ないとかありますよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、大体なんか予測ついちゃうっていうか、日本って平和じゃないですか、一応平和だから、まあこうしてああしてこうしてこうなるだろうなみたいな予測とかついちゃったり、まあこのまま行けば自分こんなんだろうなとか、で何のために生きてるんだろうとか、いろいろ出てくるわけですよ。うん。で、まあ、それを乗り越えるためにはいろいろ辛いことしなきゃいけないな、ああいうことしなきゃいけないでも、一応もう道が分かっちゃってるわけですよ。で、まあそれで頭の中で経験してもまあいいかなとか思っちゃったりとか、まあいろいろあると思うんですけれども、で僕がまあいろんなやる気のなさとかやる気のスイッチあると思うんですが、僕はいつも言ってるんですけど、捨て身で生きる、命をかけて生きる、もう死ぬつもりで、もう僕はもう死ぬんだと、死ぬんだと思って生きてるんですよね。だから僕は生きていけるんですよ。そう言うとね、けしからんというか、そんな風に言わないでくださいみたいな、命を大事にしてくださいっていう人もいるんですけれども、僕はかえってそっちの方が生きられるというか、なんでかっていうと、命をやっぱ大事にしすぎると、なんつうんだろう、死の実感がないから、うん、逆にやる気が出てこないっていうか、もう死ななきゃいけないっていうか、もう、生きるか死ぬかの瀬戸際ってもう、普通多分もう頑張って生きようみたいな方が働くわけですよ。もう死ぬしかないってなったら、背水の陣というか、もう一生懸命死を逃れるために必死に頑張るみたいな出てくると思うんですよ。でも今の日本って死ぬことってまずあんまないじゃないですか。戦争で死ぬとか、ご飯食べれなくて死ぬとかないじゃないですか。まあ、ウクライナ、ロシアみたいな感じで、もう今日死ぬかもしれないとか、そういうのないじゃないですか。だからもう平和が当たり前で、もう死の実感がないから、命に輝きが、出ないっていうか、死ぬからこそ輝くというか、もう追い込まれて、もう輝くしかない。もう生きるしかない。そういう状況だと思うんですよね。なので、もし、今日死ぬとしたら、明日死ぬとしたら、じゃあ今何したいか、今何できるかっていう風なつもりで僕生きてるんですよ。だからやる気が起きるというか、だからそれが例えば僕の場合選挙だったり、もう死ぬんであれば選挙出ようとか、まあそういうのじゃなくても、美味しいご飯食べたいとか、あそこのラーメンもう一度食べたいなとか、あ最後にまたセックスしたいなとか、旅行行きたいなとか、温泉行きたいなとか、もう明日死ぬんだったら今日本当温泉ちょっと数パーセントでもいいから行こうとかあるじゃないですか。まあ、そんなんでいいと思うんですよ。それを、つなげていくと、いいのかなと思います。だ例えば選挙とかだったら、今日でできないじゃないですか。選挙出るにはお金が必要だ。お金貯めるにはこうしなきゃいけないって計算していくことになるじゃないですか。だからもうじゃあ死のうと思って、じゃあ選挙に出ようってなっても、それまでの道筋を考えて、それを達成していかなきゃいけないっていう工程が出てくるので、そしたらじゃあ、それまであと何ヶ月か生きなきゃいけないな。何ヶ月か生きるんだったら、毎日をこういうふうにして生きようっていうふうな計算ができてくるわけじゃないですか。で、まあ、それをモチベーションにして生きるみたいな感じですかね。うん。だからその積み重ねですよね。だから最初はだから、ご飯食べたいとか、セックスしたいとか、眠たいとか、なんかお金欲しいとか、なんかいろいろあるかもしれないですけども、それを、もっとつなげていくと、一日じゃ成し遂げられないものとかできてくると思うんですよね。あ、二日かけなきゃいけないとか、一週間かかるなとか、一ヶ月かかるなとか、いや、これ十年かかるな、やるに十年かかるけど、もう死んだつもりになって、まあ十年間頑張ろうとか、一年間頑張ろうとか、そういう感じですよね。だから死をこう、死を糧にしてっていうか、レバレッジかけるっていうか、うん、それで生きていけばいいのかなと思います。で、本当に生きるって、結構まあ簡単なようで大変で、大変なようで簡単というか、僕はだからその本当に亡くなった人、僕はだから今生かされて生きていますけど、亡くなった人の分まで頑張って生きるつもりですし、散ってった人、負けてった人、いろんな方、別れを経験、別れた人、だから千夏とかもそうですし、千夏の思いを組んで、その過去の、他者についての思い、そして過去の自分についての思いも背負って、さらに未来結婚する人の思いとか、未来離婚する人の思いとか、そういうのを背負って、それを人生
に生かしてとか、これからの人生に反映して、今の人生に反映して生かして、自分のお役目に乗せていく仕事だとか、僕の場合選挙とか、だから僕選挙にその自分の生き様、死に様っていうか生き様ですかね、を乗せて、まあ、死に様も乗せてますけど、今までの経験とか、そういうの思いとかを乗せて、その未来に向けて、その増していくっていうか、厚みを持たせていってるような感じは多分あると思うんですよ。なので、本当そういうのは本当に無駄じゃないっていうか、その、僕がその死ぬつもりで生きて、それでもう20年近くまだ生かされてる。だから死ぬつもりで生きてなかったら死んでたかもしれないです、帰って。自殺してなかったとしても、なんか病気とか、事故で死んでたかもしれないし、もう死ぬんだと。そういう思いで命を輝かせてきた結果、生かされて、まあいろんな、ね、人と出会ったり、いろんな経験したり、ね、結婚したり、離婚したり、いろんな、まあ、親孝行させていただいたりとか、そういうのの、その、積み重ねが今、自分に乗っかってるっていうか、背負っていて、これからも生きている限り、その思いを背負って、さらに、これからも背負い続けて、いろんなものをまた背負って、そして、その未来の自分、そして未来、その、経験する人たち、の参考になればと思って、自分は、まあ、今を生きています。なので、まあ、そういうふうに考えていくと、なんか頑張っちゃおうかなって、なんか自分でテンション上げていくっていうか、まあ、最初はもうやる気出へんわ、みたいな、もうどうでもいいやんとか、あるものが少しずつ、そのステップアップっていうか、最初は美味しいもん食べたいとか、いや女とセックスして、もうほんとしこりてとかなんかそういうのでもいいんだけど、それからも、いやもっとその先へっていうか、うん、じゃあもっと美味しいもん食べたいとしたら、なんでもっとこれができないの、無添加でもっと美味しいもんあるしな、なんでこういう世の中になんないんだろうとか、そういうのとか、で、じゃあもっとその無添加を普及しようとか、活動したりとか、いや、じゃあ政治家になろうとか、いや、無添加の食品を売る、お店を開こうとか、無添加のご飯を作る、料理屋さんやりたいだってどうせ死ぬ前にとか、いや、もう死ぬ前にも俺はセックスしまくりたいから、なんか本当に、ナンパ師になろうとか、なんか何でもあるじゃないですか。うん、だからもう死ぬ前に自分がしたいことを、ただそれは世の中のためになるようなことにしてほしいですよね。世の中が悪くなるようなこと、不幸になること、不幸を巻き添えにして不幸にしていくようなことはやめてほしいなと僕は思っています。では僕は世の中を良くしていきたい、世のため、人のため、恩返しのために生きたいと思っているので、人、犯罪になることとか、人が著しく迷惑になること、まあ人に迷惑をかけて、かけないで生きるのは難しいから、全く迷惑かけないっていうのは難しいと思うけども、人が本当に悲しむようなこと、人が本当に辛いような思いをするようなことはやめてほしいなと思います。うん、でもそういうのじゃなければ、もう自分がね、やりたいこととか、その自分がそのね、成し遂げたいこと、最後にこれやりたかったなとかをやっていくと、あ、次またちょっとこれやりたいなって、醤油ラーメン食べたら次は塩ラーメン食べたいとか、担々麺食べたいとか、汁なし担々麺食べたいとか、そういうの出てくるんですよ。最後にまた、で、台湾混ぜそば食べようとか、いや、今度はハンバーガーが食べたいなとか、パスタ、カレーもいいなとか、そういうので、やってったら、なんか、自分はなんかグルメ、YouTube でグルメリポートしてますみたいな、そういうね、YouTube でグルメリポート、なんかブログでグルメリポートして、世の中の人たちに美味しい、安全な美味しいご飯を紹介していくのが仕事になっちゃいましたみたいな、そういうのでもいいと思うし、だ自分の好きなこと、自分がワクワクするようなことを、やっていくことだと思うんですね。だからやる気が起きなかったら、自分の欲求とか欲望に忠実になってもいいし、まあ、人に犯罪をしないとか、人に迷惑かけないっていう前提でですけども、それすらも起きないんだったら、もう本当自分はもう今日死ぬ、明日死ぬ、そうなった時にもう最後やっときたいこと、そういうのをやってみて、たらどうかなと。そうしたら次、なんか次出てくると思うんで、僕はだからそういうふうに生きています。はい。ということで、やる気のスイッチを入れる方法みたいな話をしました。何かの参考になれば幸いです。皆様愛してます。いつもご視聴ありがとうございます。コメントなど、チャンネル登録、いいねボタンしていただけると嬉しいです。やる気出ます。よろしくお願いします。
皆様、愛してます。以上です。